こんにちは、たまちゃんです。では本日はソウラッシュ2というゲームのデモ版を遊んでみましょう。こちら早期アクセス開始日は2023年12月5日です。内容はオープンワールドなローグライク RPG です。まあ、ローグライクというと日本では風雷の試練が有名ですが、その風雷の試練のゲームシステムで広い世界を旅する、そんなゲームとなっています。最近ではこの手のゲームは増えてきていますね。で、ローグライクはパーマデスだったりしますが、このソウルラッシュ2ではパーマデスではないモードも用意されています。もし死亡してもペナルティは低いため、あたかもよくあるキャラクターを育成しながら進める RPG のように遊べるわけです。で、ソウルラッシュ1作目には装備品にレアリティがあったりと、ハクスラトレハン要素も用意されていました。あとは建築要素もあったりしましたね。まあ、ここら辺が2作目ではどうなってるのか、早速始めてみましょう。さあ、まずはクリエイトワールド、なんか作るのかな。で、これが難易度ですね。確か3種類あって、一番左が多分パーマデスじゃないモードですね。オープンワールド RPG として、まあ遊びたい人向け。真ん中ちょっと厳しいんじゃないかな。そうですね、キャラクターが死ぬと多分いなくなりますね。じゃあ一番左で遊びましょうか。全てのアイテムが失われる、死んでしまうと。その代わりスタッシュとか預けられるんじゃないかな。で、多分喉の渇きとかで死ぬことはないって書いてありますね。で、これがキャラクタークリエーション。男女選べる。さらに種族ですね。ヒューマン、ドワーフかな。これはトラ、トラ族。これはエルフ。これは悪魔かな。ボーンウェイズ。で、真ん中のこれはなんだ。スキル。はじめのスキル。どれを取るか自由なのかな。ポイントはどれくらい割り振れるんでしょうね。一回割り振ったら、なんか5になりましたね。で、右に何か出てきた。アドベンチャー。ナイフに、ピッケル、水袋、レザーブーツ。冒険家、あるいは、クラフト中心家みたいな。そこら辺ができるのかな。この辺盗みでしょうね。家事、いろいろあるようだが。あ、三つまで取れるんだ。じゃあ他には、せっかくだからね、戦闘中心で行くためには。ソードはないの？これか、ソード。ソードファイティング。ショートソード。これは、スタミナとかかな？アスレチック。これ取るか。で、まずは、セットルメントを選択する？開始地点ですかね。まあ、一番上でいいか。Your family。二番目を選んだら、いっぱいいますね。私のファミリーが。お、大所帯もあるな。じゃあこれでいいか。リーダーがいるの？私を入れて、7人かな？ビルディングス。何か作れんのかな？あ、始まった？さあ、私はどれだ？私はこれかな？さあ、前作はね、こういうアイコン形式ではなくて、ちゃんとキャラクターグラフィックスがあったんですけど。まあいいや。S で今斜めに移動したけど。あれ？W で右上だ。デフォルトは斜め移動か、これ。あ、これで向き変更。あ、そうか。向いてる方向に移動ですね。で、向きを変更するだけでも、ターンを消費するようだね。他のキャラクターが移動している？一気に後ろ向きたい場合は？クリックでいけるかな？ここなんかある？ホールドレフトシフト、トゥルック。水？井戸ですかね。でもなんかアイコンが物騒なんだけど。手が血まみれですよね。ここら辺はまだ何をすればいいかわかんないね。とりあえずは戦闘だな。外に出て。7人かと思いきや、結構いますね、人が。話せんの？スピーチ。うん。なんか会話できるっぽい。あと装備品、売り買いができる。こっちが私の持ち物かな？まあ、まだいいか、この辺は。そう、外に出ましょう。斜め移動は直接は無理かな、やはり。方向を変えないとね。ウサギがいる。よし、あいつを狩るんだ。狩れるかな？
現在の地面は何であるかとか。調べるには、レフトシフトかな？ショートグラス、現在は草場にいる。この辺は？これはダート、土か。こっちは？花かな？ハーベスト。これは 100% だと枯れるとか。そんな感じなのかな？さあ、ウサギ来たよ。いけるか？よっ。来た。これで、クリックすれば攻撃になるのかな？クリック。いや、クリックでは何も起きない。1キーでスラッシュ。スラッシュ使ってみようか。スラッシュ。お、やった。倒した。多分スタミナを使いましたね。この黄色いゲージ。スタミナ4を使う。クールダウンは3。3ターンかな。で、これはクリックして、多分回収したけれど。なんか音が鳴りましたね。これ満腹度か。緑色は。こっちは喉の渇き。ちょっとずつ画面の見方を覚えていきましょう。左下にログありますね。肉に、ラビットファー、ウサギの毛皮を見つけた。インベントリはどれだ？これがインベントリ？今ここら辺を回収したんですね。ウサギの皮、リソース。クラフトすることで、なんか器用さが上がるみたいに書いてあるな。肉、クック 0%。どこかで焼けんのかな？ここら辺の剣は、現在はノーマルの剣ですね。レアな装備品を見つけていきましょう。で、なんかステータス割り振りできる？あ、できますね。5ポイントかな？ストレングスに器用さ。あとエンデュランス。まだいける。6ポイントだ。これで OK。これがマップで、今これ拾いましたね。グラスランド。現在いる場所で何が取れるみたいな。そういう情報かな。ビルディング。なんか建築要素もね、あるっぽいんですけれど。これはスキルツリーかな？そうですね。初めに取った。何かがアンロックされている。出血。ドラッグスロー。いろいろあるな。パッシブ。これはクラフトかな？レシピって書いてありますね。現在ここら辺が作れる。ブレッドを作るには、小麦の粉ですかね。それが3つ必要なのかな？現在持っていない。いつでも作れるんですかね。アップグレードってあるけど、装備品をアップグレードできるのかな？インゴットに何かがあれば。まあいいや。じゃあ次は。またウサギいるぞ。とずはじめは、獣狩るか？ここら辺で、自給自足だ。いけ！さあぶった切って、一発では倒せなかった。もう一回切りたいが。お？どうだった今。これなんかまだライフゲージあるんだけど。何これ？倒したの？お？何だったんだ？ライフゲージが残っていたな。バグかもしれないが。ちょっとわからない。再び切る。今回一発でしたね。またなんか。お、なんだなんだ？ダメージ受けた？ちょ、何起きてるかわかんないまだ。なぜダメージ受けたんだ今。で、街の外に出たら、結構人がいますね。すでに。どこに何があるかとか聞けるっぽいね。この場所入れんの？人の家。入れますね。お宝があるよ。取れない。ビルディングはここから可能のようだね。左、なんか出てきたよ。キャンプファイヤー。これいつでもできんのかな？まあ何かアイテムが必要かもしれませんね。ファイヤーウッド4つが必要だ。木を狩る必要があるのかな？これレストで、なんか休めるっぽいけどね。ここには何もない。とりあえず先を急ごう。どこにダンジョンがあるでしょう。マップを確認するんだ。現在地どこ？ここか。こちらを目指しますか、じゃあ。ちょっと右上ですね。ここで、マップの外に出るのかな？さあ、移動。現在がここだが。これで、ああ、移動した。なんと、それぞれのマップ、入んなくてもいいんだ。エンターリージョンで入れんのかな？で、このハテナ何？謎のハテナ。とりあえずエンターリージョン。入ってみた。進んでみよう。すごい。ワクワクする。何もわからないから。何なんだここは。何にもない。なんか動いてるな。木か。木があるけど。シフト。ショートグラス。木ではないのかこれ。今んとこ特に何もないけど。このままじゃお腹が減ってしまいますね。なんかいるよ。ヤギだ。ヤギを倒すんだ。えい、どこ行くんだ？さあガスと切っていく。
あれ？すごい強い。このヤギ。クリックで攻撃可能。こっちもダメージを受けてますが。まあ、体力いっぱいあるから、大丈夫っぽいね。強い、ヤギが。あ、どうした？当たらない。ミスか、これ。いや、どうなってんだ？スタミナ切れてる。どうすればいいの？スタミナ切れたら。その場で足踏み。レスト。クリックでワンターンレストかな？ある程度レストした。スタミナ回復しましたね。さあ、切ってと、ギリギリの戦いだ。やったー。ヤギ倒してサルベージー。何かを回収した。肉かな？肉に。ヤギの皮。サバイバルゲームだね。はじめ、本当に。で、武器は、スワップウェポンがあるっぽいね。現在二刀流だけど、二刀切りになってんのかな？はじめからこんなに、遠出はやばそうだね。いつでも死にそうな感じがする。スタミナも切れそうだ。移動するだけでやっぱり、スタミナが減っていく。疲れも溜まってきてるな。休むか。R で休むね、その場で。体力が回復しないのかな？移動すれば少しずつ回復してますね、体力が。さあ、またここから出ることになりましたね。これは左右のどちらかに行けという意味か。ここじゃなくて、じゃあ右に行ってみよう。どうした？今喉の渇きが潤ったんだ。しかしハテナマークは解決しなかった。こっちはこれで潜る。よし、あ、ハテナありますね。そういうことか。そこに向かえばいいんだ。何かお宝でもあればいいんですけどね。結構遠いな。全然近づかない。ハテナマークに。しかし今は移動するのみだ。これは？なんかある。ショートグラス。グラスしかない。なんか取れそうだね、しかし。ギャザーで、なんか取ったよ。ベリー取った。ブルーベリー。食べられる？スナック、フード5か。ちょっと食べてみましょうか。食べた。食べたことで、満腹度が上がったのかな？お、ようやく、ハテナが大きくなりましたね。なんだ？何か発見した。フォレストケイブ。ダンジョンだ。いや、ただの洞窟かもしれない。行きたいが、なんかいますね。この向こう側に何かが。ただ入り口は見つからない。これぐらいでいける？これは？なんだこれ。ダートスロープ？なんだかわからんな。隠れられんのかな？うん。なんか今身を隠していた感じですね。お！ここ入れそう。来た！狼だ。一回休むか。もう一旦休む。来たぞ。そう、狼をまずは、1キーで、ぶった切る。4ダメージ。体力的には、やれそうだけど。もう一体いるんだよな。いいぞ。さあ、ぶった切って、さらに切る。1で削る。敵はあまり、反撃してこない感じだけど、2体目が現れた。まずいな。早く倒さなくてよ。なんだ？ソードファイティング、プラス 1？ 熟練度？で、なんか覚えたね。ちょっとステータスを確認するか。ああ、なんか上がってますね。プログレス。戦えば戦うほど、これは上がっていくのかな？他には、これは上がってるね。シーフ能力？なぜか上がっている。私は何を盗んだんだ。で、なぜこれを覚えたんだ？ちょっと2キー。ヒットボーナス 20% アップかな。デュレーション6、6ターンかな。有効なのは。さあ、使ってみたが、能力アップ中かな、今。ここに、バフが表示されてますね。じゃあ、まずこいつだ。いけ！いいぞ。あと、体力いくつだ？ちょっと見えないな、これ。もうちょいなんだが。あと一発か。倒した。次はこいつだ。勝った。さあ、肉を剥いでと。ウルフの毛皮、あと肉か。体力は厳しいけれど。レスト、アンテル、ヒールド、H で、しばらく休める。このコマンドさっきなかったような気がしましたが。H。お。さあ、休んだ。なんか肉を勝手に食べました？ 400 になってますね。
たまちゃんはミートを食べた。勝手に食べた。生焼きのミート食べたの。ああ、でも30回復するんだ。焼かずに食べれるんだね。まあ他のモードの場合は生肉だから、なんか影響が出る可能性はある。で、毛皮とか入手してるけど、まだレシピがないのかな。何かを作るにしてもね。で、ここから入りますね、また。ケーブに入り込む。何にも見えない。軒並み探りましょう。何かがあるはずだ。こんなんかある。何拾った？石を拾った。何に使うんだ？マテリアルかな？お！発見したよ、お宝。やったー！フォレストケーブコンプリテッド。これなんだ？カターデかな？ケープ。プレインレーザーポルドン。ちょっと装備品っぽいね。これ食べ物かな？パイク。フィッシュ。食べれないのかな？これなんかある？水があった。喉の渇きは潤いましたね。この場所が今水なのかな？もしかして。アンダーグラウンドポンド。水っぽいね。うん、水って書いてある。また飲んだ。どんどん飲める。この場所で陣を構えてもいいのかもしれないが。今何もできないからな、まだ。で、今拾ったこれ。装備できる？装備しましたね。何が上がるんだ、これ。耐性が上がる程度かな。サルベージすることで皮を舐めせるとか。S でサルベージできる。不要品は解体できるって話ですかね。ただ今んとこ、むちゃくちゃ面白いね。やっぱりオープンワールド、ローグライクだね。この下だ。いるぞ。コウモリ。コウモリに、これ鹿かな？バンビ？なんか襲われてますね、多分。よし、勝負だ。まずは休憩して、スキルを使う。コウモリは、あまり強くないんじゃないの？うん、いけそうだね。体力が低い。またなんか上がった。シーフスキルが上がった。ああ、探検装備してるから。それで、上がってるんですかね。で、何回収した？グアノ。グアノって、フンかな。あ、なんか覚えてるね。サンキー。クイック、スラスト。シーフ用のスキル？キャストタイム。内容はわからないが、使ってみよう。使ってみた。ダメージ与えたのかな？ちょっとなんか、隠れていて見えない。拡大すれば見えるか。うん。こいつは通常切りでやれますね。さあ、サルベージして、休んで、切る。おい。どんどんやってくんな。しかし、ここは、コウモリが。発見した。うわあ、フォレストケーブ。そして、これは釜ですかね。ポールアーム。ツーハンドか。ハーベスト。なんか枯れる。そして、カッパーナイフ。と、リーフ。リソース。で、この不要品をサルベージしてみましょうか。ウェポンスミスがトレーニングされる。さ、サルベージしてみましたが、特になんか素材になるという話じゃないのかな？あ、ちょっと上がってますね。ウェポンスミス。で、現在時刻が夜だからですかね。周りが何も見えないのは。その可能性あるね。さあ、コウモリ切っていく。左になんかいる。え？神よ、お前は弱いって言ってる？ウッシャーってなんだ？こいつは敵でいいのか？ストローパンツに、コンボ、弱いコンボを持っている。倒していいのかな？チェイシングタマちゃん、ホムリグ、わからん。一回まずはバフで、ああ、攻撃してきたので、容赦なくね、戦いましょう。体力的には、勝てそうだけど。さあ、容赦なく切って、倒した。やったね。さあ、報酬。コンボに、死体？これ何回なんの？とず全部回収しようか。パンツ、能力付きだ。耐性はついてますが、火に弱いですね。まあ、ルートオール。これ拾えないの？これは重すぎると。解体とかできないのかな？で、今死体を剥いだことで、骨に肉を入手した。人肉も肉になるらしい。コンボは弱そうだね、これね。ダメージ0から2。うん。使い物にならない。
パンツは装備するか。お、松明だ。これで明るくなるのかな。そしてお宝。お、レザーローブ。良さげな防具ですね。レザーローブ、やった。うわー、負けそう。オオカミに負けそう。負けるか、この野郎。うわ、負ける。うわー、やられた。さあ、やられて町まで戻ってきましたね。これのスタッシュ使えないんだ。私のスタッシュないの。さあ、死んでしまったことでアイテムは失ったが、装備品は残るっぽいですね。なるほどね。で、パーマデスじゃないからちゃんと残りますね。いろんなアビリティがアンロックされてるな。何かしら能力アップにつながっている。となると、やはりこのね、スタッシュを作る方法とか、まあ、ビルディングなんだろうけど、これを何とかして、上げる必要が出てきそうだね。装備品が集まってきたりしたら。さあ、本日は、ここまでですね。いやはや、この手のゲームは、死んでしまうと、最後にセーブしたところからというものが多いのですが、それと比べるととても親切設計になっていました。で、現状は早期アクセスで、これから遊べる内容がどんどん増えてくると思うので、気になった方はぜひ購入して遊んでみてください。じゃ、というわけで、実況はたまちゃんでした。